あハハハかわいいハハかわいいっつってうう嫌なんだねおおさあ第4話ですね今回ちょっと録画忘れちゃったんでアベまで見ていきます配信が遅くなってちょっとごめんなさい うんああ。寒そうだね、小村君治安機か。うん。あ、いるかこれ。やっぱいるのかあ <laughs> いたメガネしてない <laughs>。またメガネしてないよ。うん。あ、もう帰りか。時間的に。 うん、ココア。押せるといいけど、大丈夫かいココア。また違うものを押しちゃうんじゃないうん。え、それそれ本当にいや、それ、ちょっとブラックコーヒーじゃない <laughs> ココアじゃないと思う。うん、あったかいのはわかるだろうけど。まあ、確かに、そのセリフはな。<laughs> いや、けどコーヒーだよ。<laughs> それは苦いだろう。俺も飲めんわやっちまった <laughs>。うん。いや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 、眼鏡かけてりゃもう大丈夫だったんだよ。<laughs> もうんね、買っちゃったからにはね。うん。<laughs> ちゃんとブラックって分かったんだね、そこは。飲んでみて。 いやけどこれもう願ってもないじゃん。もらうしかないでしょう。いや、そこそこ。一回飲んだやつだもん。いや、いやほら、ほら、チャンス。いや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 、早くもらわないと。うんよかったよかった。よし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 。うん。好きってわけじゃないけど、これだけは大好きだよね。やったじゃん。早くしないとまたなんか取られちゃうかもよ。 いや、ける、こんな顔でじーって見られてたら飲みづらいか <laughs>。行ってしまえ、言ってしまえ。うん。えええー？なんでえー、もう。<laughs> なんだよ。もったいない。<laughs> もったいないぞ。<laughs> 今のは飲んどこうよ。じゃ、せめても中身はちょっと捨てさせてもらって、まあ、その缶だけ持って帰ってね。ちょっと窓際にでも置いとけば。ね。それくらいは、あれだよ。ありだと思うよ。僕山でもそんなあったじゃん。キャップだったっけなんか。いやー、てか、もうやっぱメガネは忘れてないって話進まないから、やっぱミエさんは常にメガネしてない状態を見ていくことになりそうなんだね。 みんなのコメント見てても思ったけど。よし、こっからはそういう意識で僕もちゃんと楽しんで純粋に見ていけたらなと。改めてもう4話だけど思っています。で、この小村くんと距離がどう縮まっていくかだよね。まだなんか行為に対、自分の行為、小村くんに対する行為が何なのかみたいなのは気づいてないっぽいから、そこら辺をちゃんと、あ、 私好きなんだって思うきっかけみたいなのが、まあ来てほしいかな、次は。進んでいくのかな、そういう感じでね。僕やば的な流れを送るんじゃないかなって期待して見させてもらってるんだけどね。僕やばと違って、どしもネタはないっていうのがあれだけどね。まあ残念なのかなんなのか。 <laughs> 走ってんな。なんだな、遅刻かうん。もう喋らず走れ。<laughs> やっぱり。<laughs> あらあなたもオイラしてない目がね <laughs> 道とか間違えないかな大丈夫 むしろよくいつも投稿できてるよね。こんなことあったらすぐ事故に遭いそうだけど。トラックとかにはねられて異世界転生いきなきすっけどな。うん。ああ小村くんだと分かってないのか。ああ、ここで少しは会話できるんじゃないああ、そうだよね。青を望むよね。遅刻しそうだし。 <laughs> うん、まあけど学校着くまでは何しても一緒じゃんなんだ <laughs> スカートめくれてる <laughs>。え、これで走ったら、結構丸見えなんじゃないの今の。うん。ああ、行った行った。まだ気づかない。うん。けどそれはまたチャームポイントな、ね、気にするけど。うん。 かわいい。<laughs> けど、これどうすんのこれ言われちゃったら。<laughs> いやー、聞いちゃったけど。もう他人のふりしないと。あー、やられちゃってる。撃ち抜かれてる。いや、幸せ。<laughs> てか、後ろ生徒歩いてるぞ。<laughs> 全然間に合うんじゃないあ、ダメなのええー。じゃあ、後ろの生徒も遅刻やん。<laughs> 授業中かなえあらどうしたのあ怪我か。うん。<laughs> コンボ <laughs>。いや、まじで年間どれだけメガネあるんだろう買ってんだろうね。ええー <laughs>、準備体操。あ、出た。 誤解してた男ごめんなさい、いいやつだったよね、東君。うん、できる兄さんだよ、あの人は。最高じゃん、こんな方にあ。いや、どう意識してるっぽいぞ。ああ、体重 うん。あ、そっち体重気にしてこの顔うん、かわいいね。うん。<laughs> いや、何百キロって。あはははは。重い。いや、保健室エピソードは何かあるでしょう、これは。何か起きてもおかしくないよ。うん。 変なとこ寄りかかんなよ。あ、ああ体重計、え <laughs>、ジでボケ幅の流れだな、完全に。<laughs> 数字、見えてるかうん。あーあー、見ちゃった。あれ、いくつになってるかなメーター。あの場所って何キロだっけわかんない。 40ちょいかな <laughs> 見ちゃった <laughs>、うん。それは忘れられないよ。いや、こんだけ言われてもね、記憶ばっかりは。<laughs> うん、また別の日メガネしてないけど。え、全然もうちょっとじゃねえぞ。<laughs> うん。あ椅子使ったら まあ確かにそこね。微妙じゃないと思うんだけどな、俺は。<laughs> いやあ、いずれ使おう。ね。<laughs> そうなるなら。<laughs> ああずまくんか。もう、もう、持ってかないで、そこ。<laughs> あー出てこないね。もうやっぱ、小村くん以外は、覚えないね。 いや、イケメンだわ、やることが、さっそうと。伸びる、伸びる。これから。いや、泣くなよ。えよだ。よなのうん。このままでいてほしいのかなうん。この高さがいいのあははははは。<laughs> キスもしやすいしな。<laughs> うん。うん。声ね。うーん。まあね。今どれくらいなんだろう。<laughs> いやいや、男としてこの願いはなかなか言わないやつだぜ。背はさ。 うん、泣いてる。教科書読んで泣くしかも地理じゃなかった、今。いや、地理だよ。<う>読めてないだけじゃなくてかな。アスカ・マホ、う,うん。うん。 森林伐採は <laughs> そりゃ笑うわ。森森森森ってなんで書くよだって。<laughs> あ、それでそれでなのね。うん。よかったよかったうん。ただ可愛いだけだわ。<laughs> あれんうん。ああ、見たかったのかなあ <laughs> やっぱり。 確かに。大笑いかなおうんそういう感じいやレアミエさんだったなおうん。どんな感じだったか。かわいいえ、かわいい何 <laughs> <に>思い出し笑いでもしてたのか反数して。いや、寝ちゃったよ。 うん、ね。見れただけでも、今の。<laughs> あ、でんなんだああ、ハートうん。いや、授業中にまずいな、あの声の大きさは。あはは、見えない。どうやっても見えないよ。<laughs> 三エさんには無理だよ。あ、写真撮ったやつがいるね。いや、てか今さ、スマホいいよね、学生。俺が学生だったら、ああやって教科書してずっとスマホで、片っぽとか、エアポッツとかつけて、ずっと動画とか見ちゃうな。う学校の授業なんかまともに受けてらんないよね。 また撮ってる。<laughs> せめてなんか音が出ないやつとかないのかなシャッター音ンとか。んうん。うん。いやー、お前だったのかーい。え、2回撮ってたよねシャッター音ン。1回目失敗したのかねいい笑顔。なんか気になるな、あの2回。 ああ。え、返事来なかったのかなみえさんから。翌日うんあ。どっか行っちゃったのうん。メガネ落とす <laughs> 感覚はわからないな。うん。 うん。うん。他の女の子出てくるの珍しいよね。しかも可愛いああうん。みさんのメガネ。ああ、話した。顔でも洗ったのかな <laughs> いやいやいや、拾ってくれたんだよ、むしろ。持 <laughs> て遊ばれるというより。うん。 ああいやあ、みえさんのメガネを、<laughs> 目がいいとね、グワンってしちゃうだろうね。うん、しかもみえさんのメガネだもん。相当だろうな、ドア。<laughs> 壁と。<laughs> やばいやばい,いや、けど、まだ、そうだよね。気づかないよね。うん。 あ、やばい名前言っちゃった。わーわーわーわわわ。これは、みえさんうん。あははかわいい愛かわいい好き。嫌 <laughs> なんだね。みえさん。いや、本能的にって感じかな。自然とやっちゃった感じじゃない うん、見てられなかったんだよ、黙って。やば。<laughs> やば。<laughs> その気持ちは恋だぞ、ミエさん。んてか、映像ほんと綺麗よな。ちょっと独特なとこはあるけど。なんだ、放課後、放課後だね。あれ変わったか。 いないなあ,あ、もう学校になっちゃった。あらおう、メガネしてる。メガネしてる日バージョンの話うん。いや、そりゃそうでしょ。<laughs> いや、そうじゃなきゃ。<laughs> あちょっと寂しいのかな いや、もうメガネ取っちゃえ。みえさんから。まあね。うん。うん。いやいや、そこはさ、けど、そっちの方が良くないどっちかって言ったら。<laughs> いやー、最高じゃん、こんなの。<laughs> こんな子いないかな <laughs> かわいい、これ。<laughs> あの教科書はやって読むやつ。わー。 間違ってチューしてこないかな距離感間違えて。うん,んなんだ忘れたのかなんか。自分から行く感じ、うん、やっぱり。うん、休息期間じゃなくなったね。あなんか嬉しそうだね。 ああして近づくからああ。ミイさん的にはこの状況、もう新鮮なんだろうな。<laughs> なんかちょっと恥ずかしそうだね。うん。あれあ、もう終わりおうん。貴重時期 ああ、メガネ屋さん。おお、デートしてんのうん、かわいい。あ <laughs> 何個目かな <laughs> この子がメガネし始めて何個目のメガネこれ。<laughs> うん。うん。いやー、視力悪すぎると大変だね。俺はさすがにそれはわかるよ。 うん。お父さん代わりうん。いいね。光栄だね。ね似合ってて可愛いやつだよな。自分が。そうなると。おー、いろいろ見れそうだわ。うん。<laughs> 興奮がすごそう。<laughs> そうな。うん、いいね。 え、変わった今の。え <laughs> 一緒に見えるけどな。うん。もうこれ、小村くんにおすすめされたやつ買おうよ。あー、黒縁。<laughs> いやー、言葉なんてそんなもんだよ。シンプルな方がいいでしょ、むしろ。あー、丸。丸もいいね。 いいなぁ、なんでもにぃやの。ああ。うん。<laughs> いや、気にしすぎじゃん。<laughs> 明確な。ああ。うん、一番いい。 もうむしろしてない方がいいとか、あれじゃないそういう結論になりそうじゃないうん。いや、ほら、してない時の三えさんどうすんのこれ。あら。なんか落ちてないテンション。うん。 うん。うん。書けなくても。もう何百キロになっても OK だもんな。うん。まあ、けど精一杯今ね、考えて出した言葉なんだろうね。うん。 うん。んいつものやつじゃないあ、<laughs> いや、だよね。<laughs> <わお> <laughs> やられてる。<laughs> もうそれで行こう。変えずに。<laughs> で、またいつもの変わらない日常が始まる終わりって感じかな。<laughs> してねえよ。<laughs> してないのかよ。<laughs> もう。 おうん。えいやいやいや、そんな、まあ、壊れるかな。いや、メガネ割る前に、寝相で起きそうだけど。いや、確かにちょっと、メガネ代大変。安くないぞ。しかもレンズも凄そうだし。面白いな、本当に。いろんな形で話作れるな。 たまにメガネをしてるっていうのを入れてくるのがまた憎いよね。もう常にしてないので話進んでいくのかと思いきやだから。いやー、けど、メガネしてないみえさんがやっぱ一番なんかあのグイグイ来る感じで好きかな俺は。だからまあコンタクトにしてっていうのとはちょっと違うんだよね。 目は大変だろうけど、もうメガネ忘れてっていうところよね。<laughs> だけど、どんだけ忘れてんだろう。1ヶ月で。そこ気になるよ。もう1ヶ月で何日忘れるかでもう全然あれだよね。それからいの頻度だと思うんだよね。1年とかじゃなく。あと、メガネをどれくらい割ってるのかも気になる。なくしたり。1年で。相当、 お、お父さん、お母さん、頑張らないとだね。まあ、けど最近、まあ、メガネもね、<laughs> メガネの話ばっかになっちゃうけど、安いのあるからね。1万円もあれば、まあ、作れるし。いやー、けどメガネしてる、ミエさんも可愛いね。いや、面白かった。おバレンタインかうん。いやー、チョコ欲しいね。おー もうあれ女の子、友チョコ、うんいやー、もらえるんじゃないの、うんいや、くれるでしょ、これ。学校行き会えるでしょ。あ <laughs> <laughs>、ほら <laughs>、そこだよ <laughs>。 <laughs> はい、というわけでね、今回の演奏に対する皆さんの感想だったり、僕の役所に対するコメントお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録もなかった方はね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。以上、動画がたくさお聴きしました。バイバイ。